はい、どうもお久しぶりです。じゃあ今日一日体験の金ちゃんですね。はい、キングマさんの舌のあそこを舐めました。はい、やってきました。はい、どうしたんですか、元気ないですね。あー、いや、本格的に始まったらと、辛いっす。今日はね、ちゃんこ京橋店のドキュメントの続きでございます。無事4月1日からね、はい、桑田名誉店長就任しましたが、初日からいきなりゲリラ出勤したにもかかわらずお茶を引くと。フルオプション対応なのに。そうなんですよ。皆さん、ファンいるんですか。いると信じたいですね。何が残念かというとですね、はい、僕が出勤する前はお客さんのなりというかいい感じだったと、はい、僕が来た瞬間、はい、なりやなと。それはちょっと悲しかったですね。初日のね、成績ですが、電話がね、9本いただきまして、おお、ね、桑田さんがいる時間帯はゼロです。そうなんですよ。なんで僕の時ゼロなんですかと。はい、どうも。はい、お疲れ様です。おことエースさんのね、ソープの無料券でお客様を呼ぶことが成功しました。よかったっす。ちなみにね、はい、おことエースさん YouTube チャンネル始めましたんでね、たまに桑田さんも出てるんでね、そちらの方もぜひ登録していただいて、じゃあファンの方から最近髪の毛が薄いということで、ファン店のシャンプーをいただくと、お目当てに来ていただいたと、僕としては嬉しいです。今後もね、 Twitter 見ていただいたら、さまざまなゲリライベント、ゲリラ企画やっていきますんでね、シールも渡していただいて、はい、もうノベルティで客を引くというね。じゃあこの3点セットありがとうございます。ちょうどでした。とりあえず1人目当てに来てくれてよかったです。ただですね、僕の予約ではなかったんでね。入りたかったってことですか。ちょっと心の準備が。はい、お疲れ様です。最初の掃除の方からやっていきたいと思います。ぼちぼち綺麗になったんではないでしょうか。このお店にはスプラッシュ桑田シール便利バージョンがございます。詳しくはツイッターもしくはブログをご確認ください。はい、どうもお久しぶりです。お久しぶりです。キングさん、なんか名古屋の方に彼氏ができたという噂を聞いたんですけど、はい、どうですか。楽しいです。今日はね、桑田さんですね、ちゃんこ京橋店の今店長してまして、そこにちょっと一日体験していただきたいんですよね。いいですかね。店長。はい、桑田さん店長になったんですよ。そうなんや。はい、そうです。で、キングマさんに体験していただいてね、トリプルレッドカードさんとどっちが働きやすいかね、最後聞きますんでお願いします。はい、どうも。はい、何されたんですかね。待機所の掃除です。おー、ありがとうございます。やっぱ掃除は基本ですから。どうでした。女性なんでね、毛がね、多いですね。あ、なるほどね、はい、はいはいはい、まあ、でもやっぱりそれが汚らしく見えるので、はいはい、やっぱりちゃんと綺麗に清潔に保つってことは大事だなと。 ありがとうございます。ありがとうございました。そんな桑田さんにね、今日はやっぱりね、レポをしていただきたいなと。京橋店のレポですか、はい、ちょっとね、今までとちょっと感情がちょっと違いましてですね、店長じゃないですか、手を出してる感覚になっちゃうんですけど、はいはい、そこは大丈夫ということでよろしいですか。そこはね、僕の方で考えました。お、はい、っていうのもね、はい、今ちょっと縦に在籍してる女の子で、はい、今日一日体験してくれる子が取材 OK で出てくれたんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。ありがとうございます。で、まあ、まだ働く前っていうこともあるし、はい、その辺あんま気にしなくてもいいかなっていう、はい、まあ、その他店さんにも許可もらってるんで、ホームページ見ながらちょっとね、はい、で最後桑田さん口説いてほしいんですよね。うちで働いてくださいです。あ、そういうことですか。そういうことです。ちょっとホームページ見ながら調べますね。はい、と名前が、はい、金ちゃん。金ちゃん。金ちゃんです。金ちゃんですね、名前が。珍しい感じ、ね、珍しい名前ですね、はいはい、で早速来てもらってるんで、お、はいはい、顔出しも OK ですので呼んでいただいて。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。すいません、はい、じゃあ振り向かずにお待ちくださいね。わかりました。はい、はい、あ、来てください。ちょっとドキドキしますね。ドキドキ、はい、いや、ドキドキします。ドキドキしますね。いや、もうありがたいです。こんな心よくなんか快諾してくれるようなことなかなかいないですよ。はい、いや、嬉しいですね。はい、ありがとうございます。じゃあ今日一日体験の金ちゃんですね。はい、はい、見ていただいて。わかりました。はい、お願いします。あ、どうもです。知らなかった。あ、知らなかったですよ、それはもちろん。いや、あの、お久しぶりです。一日だけの金ちゃんですね。いや、ちょっとごめんなさい。今ちょっと縦に在籍してるんですけど、トリプルレッドカードさんっていうお店に、あ、はい、ちょっと今日許可いただいて、はい、一日体験させてもらえないですかねって言って。あ、なるほどですね、はい、で最後交渉していただいてね、はい、なるほど。あの、縦にいることは存じております。よく存じておりますよ。やりましたね、本当に。いや、金ちゃんがやるな。いや、金ちゃんさ、京橋で会うとは思ってなかったでしょ。思ってなかったです。で、そんな感じでちょっとレポの方お願いしますよ。わかりました。どうでした。頑張ったんですよ。プレーの方はですね、満足してもらうためにですね、攻めました。2つですね、口づけとキングマンさんの舌のあそこを舐めました。いやさすが頂点に立つ男がちゃうっすね。壁越えました。実はですね、今回キングマンさん、はい、過去一の笑顔でした、はい、どうでした。ん、今日は行きました。ありがとうございます。桑田店長の方ね、呼んでみたいと思いますんで、噂ではまた行っちゃったみたいですけど、見事スプラッシュと。さすが店長ですね。ありがとうございます。ちなみにね、これ衝撃的な事実を教えてほしいですか。はい、便利チャンネルです。じゃあ2人並んでいただいて、はい、
じゃあ今日はありがとうございました。体験の方最後にね、桑田さんの方からぜひちゃんこ競馬支店で働いてほしいと、この前のね告白みたいにお願いしていただいていいですかね。わかりました。いや、じゃあちょっと金ちゃん改めキングマンさんと、もしよろしければこのちゃんこ競馬支店さんの方に来てくれませんかと、よろしくお願いします。トリプルレッドカードがいいわ。すごい、2回振られましたね。トリプルレッドカードの方がいいですか。だって金ちゃん最近トリプルレッドカードさんの方で坊主ないんですもんね。めっちゃ忙しいんでしょ。しっかりとプレイの時に聞きました、はいはい、聞きましたか。僕は安堵です。それでYouTube で忙しくなったんですかね。まあ今回残念でしたけど、また来てくださいよ。すいませんけど、これからもよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。あ、ありがとうございます。金馬さん、またおはようございます。金馬さん、いつか働いてくれるかもしれないんで、気長に待ちますか。はい。その企画はほんま衝撃的でした。便利チャンネルでしょ、これ。まあ、じゃあこれからもね、ちゃんこ競馬支店の店長、お願いしますよ。わかりました。っていうか、意外に忙しいっすよね、競馬支店。よかったっす。ありがとうございます。